メガラは古代ギリシャのアッティカ西部メガリスにあった都市国家。メガラとも表記される。メガラ人が築いた植民地の中にはビュザンティオンがある。現代のメガラはギリシャ共和国アッティカ地方にある都市、基礎自治体の名でもある。メガラは西アッティカ県の南西部に所在し、アテネから西北西へ約 42km の距離に位置する。 コリントス地境北東部のサロニコス湾川は、メガリス平野の南部に所在し、サロニコス湾にほど近い。特に、メガラ前面の南の海を、メガラ湾とも言う。古代のメガラは一時期サラミス島を支配したが、アテネとはサラミス島を挟んで、反対側に位置する。自治体としてのメガラ市の領域は、コリントス地境を形作る、海の双方に面している。 メガリス平野が広がる。人口千人以上の都市、集落には以下がある。メガラの遺跡から出土した金細工品歴史時代の初期、メガラはコリントスの俗領であった。メガラからの植民者たちは、シチリア島のシュラクサイの北にメガラヒュブラエアという都市を築いた。メガラ人たちはコリントスからの独立戦争を戦い、紀元前685年頃には、 カルケドン、紀元前667年頃には、ビュザンティオンを建設した。紀元前7世紀の終わり、テアゲネスは、メガラの選手となった。テアゲネスは、富裕者の家畜を屠殺することによって、貧困層の支持を得たという。ペルシャの第二次侵攻において、メガラは、アテナイアスパルタと同じ陣営につき、サラミスの海戦やプラタイアの戦いなどの重要な、 戦闘に従った。紀元前460年頃、スパルタが牛耳るペロポネソス同盟からメガラは離反するが、このことは第一次ペロポネソス戦争のきっかけとなった。30年不戦条約を契機として、メガラはペロポネソス同盟に復帰した。ペロポネソス戦争では、メガラはスパルタの同盟者であった。 メガラとアテナイの経済をめぐるいくつかの出来事は、ペロポネソス戦争の原因の一つと考えられている。メガラは貿易の拠点でもあり、地元住民は船を利用したり、近隣のポリスへの武器提供を行っていた。メガラにある二つの港のうち、西側のペガイはコリンティアコス湾にあり、東側のニサヤはエーゲ海のサロニコス湾にあった。 古代メガラの植民地メガラ人の気づいた植民地には以下のようなものがある。農業地帯であったが、1960年代から1970年代にかけて住宅地の開発が進んだ。メガラ市は西アッティカ県に属する基礎自治体の一つである。現在のメガラ市はカリクラティス改革に伴い、旧メガラ市とネアペラモス市が合併して発足した。 旧自治体は新自治体を構成する行政区となっている。なお、カリクラティス改革以前の旧メガラ市はアッティカ地方最大の面積を持つ自治体であった。下表の番号は下に掲げた旧自治体地図の番号に相当する。面積の単位は経平方メートル。人口は2001年国勢調査時点。アテネとペロポネソス半島を結ぶ。 交通路が市内を通過している。ギリシャ神話によれば、アテーナイオ・パンディオーンは、内乱が発生した際に、メガラーに亡命した。メガラーをピュラースの娘ピュリアーと結婚し、後にピュラースから国を譲られて、メガラーを支配した。パンディオーンはメガラーで没したが、その後パンディオーンの4人の息子たちがアテーナイを脱回し、アティカを4人で分割した。 メガラーを支配することになったのはニーソスである。ニーソスには三人の娘がおり、長女、エウリュの名はワタツミポセイドオンとの間に、英雄、ベレロポーンを生んだとされる。次女、E ピの名はメガレウスの妻となった。クレータの王、ミイノースがアテーイ,イとメガラに戦争を仕掛けたとき、ニーソスの末娘のスキュラは、敵将のミイノース王に恋をし、父と祖国を裏切ったものの、 その行為を嫌をしたミーノースは彼女を拒絶したと伝えられている。ありがとうございます。